みんな結構いろんなもの集めたぜ。あれ？板が足りないか。あのここでめっちゃ金属とかどかしてるんじゃなくて溶かしてる日本語も大丈夫、ナイス、ベリーグッド。あのほらインゴットとか金属のインゴットとか銅のインゴット、一般に電子成分に使われてます。で板なんかこんなすごいもの頑張って集めてるのに、こんな時はあ板ばっかりが足りなくなってる。まあ移動してないから集められないんだけど、なんか今さら板に困ることあると思ってなかった。あそうまああの俺の板どこに行ったんでしょうか全部ねサック作ろうとして、これほらでもそれで板なくなって こうやって糸を置いて溶かすことできなかったという展開なんです。どうも。それで昨日なんか作ったよね、なんか見せたいものがある。あ、バッテリー作った。電子機器の電源を入れるのに使います。でとりあえずこのバッテリーを上に調査する。えい、なんだよなんだよ、調査できないのか。じゃあ他の何が必要かな。ここ爆発性コーナー、取り扱いに注意。どうやって作るんやろう。浄土、土地これ卵、核、皮膚もう OK。 いや、うっとりする柔らかさ。あとそれだけか。じゃあとりあえずあのまだ作ってないもの作っとこう。なんかこのバサミ使ってなんか作れそうやね。バサミ、俺もあの髪の毛切らないと。何がいる、金属、よし、バサミ作ったで。えいで、バサミ、ネットランチャー、プラスチックがいる。ネットランチャーも作ってやった。ウドも手に入ったけど、まあ別にいらんか。あ、いけない。やばい。めっちゃ遠い。なんか、余計に遠い。でも、なんかサメがここの部分、食ってくれれば、こっちの方は無事に済むっていうこと。すごいアンカーでしょう。でかいやつ作った。で、これを下ろして移動するか。ノーアモ。じゃあネットも作らなくちゃあかん。どうやってネット作る？ロープ。あ、これも作れるんじゃない？サーキットボード作ろう。お、すごい。レシーバー、アンテナ。どうやってネットランチ、どうやってネット作るやん。サーキットボード作った。えい、電子機械に使われてます。これ調査できんのか。調査済み。そうなの。あれまで作ってない。あれだよ、鍋。
鍋作ってない。鍋、金属のインゴとブドウのベトベトとネジ、多分全部あると思う。あとネジ、ネジ作れる。そしてこれで、えい、やっと鍋が来たよ。あ、でかでかいな。料理どこする？こっちの方にしようか。おお。何を入れる？何を入れれば？これさ、あったよね。シンプルな魚シチュー。おお、来た来た。じゃがいもとネギあるよ、あるよ。まだか。と魚、魚の種類はなんだっけ。ニシンと、もう一つ。魚のシチュー作れるよ。多分それをコンテナに入れて保存できるんじゃない？よし、みんなこれで、多分、野菜スープ作れる。これ、じゃがいもとネギ。かける4。どうやってやる？タイヤ食べるんじゃなくて入れるんだよ。どうやって入れる？やっとわかった。ここに置いとくんやで。ここに。おお、調理を開始する。えい、できたできた。じゃあかける4ってさ、2個ずつってことか。ややこしい。どれぐらいかかるかな。もっとかかるかな。お、できたかな、できたかな。野菜スープ。おお、これでいろいろ野菜が入っていて体を温めてくれます。結局バケツ何のためや、これ。いや、次は魚も作りたいよね。じゃあこれ野菜スープ飲んでみたいと思います。おお、なんか食のとこさ、なんか変わったよね。あったまってるってこと？どういうこと？あ、ベリーが必要か。ベリーがないやで。ベリー食っちゃったよ。あと手に入らないかな、ベリー。なんか食事のとこさ、ちょっと黄色っぽくなってるけど、それはさ、あの腹の中でよく持つってことかな。どうでしょうね。それだと助かるけどね。ベリーないのかな。パイナップル、これでいけるか。かわいいね、かわいいね。これん、残り物。なんで？魚間違えたから？それはあるの？じゃあちゃんとした魚でやろう。なんか結局この魚が手に入らなくて、こ
この島が悪いかどうかわからないけど、とりあえず手に入らないからまた野菜スープ作るわ。これで作れる、これで作れる、できたよ野菜スープ。お、次は魚だな。これ飲んじゃおうか、美味しい美味しい。もう一回一回で茶碗がなくなる、おかしいだろうおかしいだろう。茶碗もっと作るか。コンテナ、お、できた。シンプルな魚のシチュー、いいね。ここにいるよ、後で食べる。で、フルーツはスイカ、マンゴー、パイナップルと、なんだっけ、あ、ブドウみたいなやつ、あれ持ってないわ。遠くを渡そう。これ作りたかったよね。何が必要だっけ、ペットボトルか。ペットボトル入ってたっけ。ペットボトル作ろう。よし、ペットボトル2つ目。プラスチックがいるか、たくさんあるよ。作った。じゃあこれでペットボトル2つあって、なんだっけ、なんだっけ、何を作るんだっけ。これだ、ロープとガラスとネジ、これで作れるじゃん。なんだっけ、これこれこれ、作った。大した変わらないじゃん。これで何か見えるの。まあこれ全然ダメだったけどこの漢字読めないやつ、でまた違うの作ろうかな。今日はもういいかなと思ってたんだけど、ここになんかその達成するチャレンジみたいなやつがあるじゃん。でこれちょっと見てたら、なんかラフト調べてないから、ネットなんか YouTube とかで見てないから、本当にこれから何があるかわからなくて、もうこのままなんか小さい島に行くだけでゲームが終わっちゃうのかなと思って、ちょっとやる気なくしたんだけど、これ見るとなんか毒入ってる魚とかもあるし、フグだっけこれ。そしてこれ、Large Landmass Ahoy Discover Large Island、 英語なんだけど、これ大きい島もあるんやって。でここに動物もある、動物を捕獲もできるし、大きい島もあるし、とりあえず大きい島気になるんで、なんかでかい動物捕獲できたらいいなと思って、ということでやりますなんかローリーゲームになっちゃったこれ。えーローリ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 ーコンローリー。何の話だっけ。あ、もうできてるかな。できた、できた。そしてこれでなんかいろいろ作った。ここサーキットボード、アンテナ、バッテリーもあるんで、これであと何か作るものあったっけ、レシーバー作ってない。レシーバーは板、プラスチック、サーキットボード、超通害、サーキットボードとプラスチックと超通害はあるよね。超通害は作れる。あと板だけ、板をいただくだけごめんなさい、プラスチックこっちに置いてある。プラスチック、よし、板が手に入ったで、雨うざいねレシーバー作ったで。これ調査できないよね。
できないね。あとこの卵欲しいよね。卵と土。やっぱこれさ、大きい島行かんと。とか、これも、羊系？羊ある、いるの？そしてヒープ、これやっぱ大きい島じゃないと。で、このレシーバーで、あ、多分バッテリーもいるんじゃない？バッテリー一応。バッテリーと、アンテナ。ここ。アンテナでバッテリー、バッテリーが必要です。じゃあバッテリーどうすれば、持ってるんだけどバッテリー、お、バッテリーを置く、ここか。おお、アンテナ1、受け取る相手に近すぎます。どういうこと？接続されてません。お、アンテナ1できた、できた。え、4つもいる？アンテナ4つもいる？なんかバッテリーなくなりそうから一応拾った。アンテナそんなに、スクラップとサーキットボード、サーキットボードたくさん作らないとダメか。これでいいんじゃない？バッテリー入れて。お！これが島？おお、これで大きい島。いける。多分あっちの方向だよね。あ、あれか、あれのこと示してたか。ちょっとその言い方、そのラフトのこと示してたか。とりあえずこれが示してるのはあれじゃないよね。あれじゃない。やっぱ、あっちの方向に大きい島がある。どこか。あれか、あれだ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 。なになに、ちょっと、あれだ。近づいてきた。それだ、それだ。島じゃなかった。あー、バカバカ。島じゃなかった。こっち、もうちょっとこっち。パドル、パドル、パドル。おお。あー、ちょっと島期待しとったけど、これもうまたすごそう。パドルも新しいのを作らないと。プラスチックがいるか。新しいパドル、パドル売っといた。で、持っていくもの、これ持っていく、タブル持っていく、これも持っていく。あー、なんかずっと、おー、すごいすごい。ずっと海で一人でなんか旅すると、これが目の前に来るとなんか すごい不思議な気持ち。で、レーダーを一応もう一回確認。これやっぱあれだった。そういうことか。あ、どうしようどうしよう。これをここから、興奮で動けない。ここからあの登りにくいかもしれないから、もうちょっと近くまで行きたい。来たよ。なんかリサーチの場所みたいな感じ。行くよ。この広い海の中で。よし。
来た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 。え、何？あ、喉乾いたか。いきなり。しかも来る前にあのご飯食えばよかった。なんかちょっと怖い。プラスチック、プラスチック。ただのプラスチック、そう、普通のプラスチック。電話、電話、電話があったんだ、この海の中。ゴミ箱、なんか普通の人間が使うものが。ガラスと板。あの爆薬みたいなやつ欲しいわ。こっちは何があるかな。プラスチックとスクラップだけ。爆薬はどこだ。上なんかあった。ネジ、キノコオムレツ。やっぱキノコは大きい島に行ったらあるかな。そんな気がしますね。っていうかこれと合体して自分のラフトにできないのかな。めっちゃでかいラフトになるけど。あ、お、潜れる。サメ来ないで、サメ来ないで。おお、すごいたくさん。なんか怖い。こんそうか。このとこ潜るのはなんか怖い。これ普通に怖い。スクラップ、それだけ。お、スクラップとか金属とかいいものが手に入る、ここ。いやでもやっぱ新しいものを手に入るのは島だな。あ、酸素が。死にそう、死にそう。あ、サメが来たわ。やだな、やらしいやな。あ、よし、登れた、登れた。金属手に入った、ガラスも手に入った。じゃあ何もなさそうだから。楽しかった、ありがとう。出発の時間は来ました。じゃあね、島。じゃあバイバイ。なんか一瞬あの俺が作ったランプが引っかかって、全然ラフトが動かなかったけど脱出できた。うん、面白かった。ていうか俺一番上とこまで行ったっけ。行ったよね。あれちょっと確認したい、気になる気になる。一番上のとこまで行ったよね。泳いでいくか。どうしようどうしよう。一番上のとこ行けた？行ってないよね。一回戻る。あ、こういうことか。これで頑張って登るか。よし、登れた登れた。あ、でも行ったんやない？あ、でも一番上は行ってない、行ってない。おお、海が広くて怖いね。こっちはもう来たんやな。そうか、登っていくようにゲームが作られてるんだね。もうなんかかっこいいラフトがあるよ。来た来た来た。ここは来てない。サメ、ヘマなやつがいるね。
おーおおちょっと衝撃、衝撃的なものが。 Where? Safe People Utopia。 え、俺が何かの災難で海に流れたんじゃなくて、あの地球温度なんちゃらなんちゃら、地球が温まる証言によって全世界ほぼ海になっちゃった。どこ安全と Australia completely covered in water。 オーストラリアもやられたんや。やばい、そういうことか。ああ、登ってきてよかった。一瞬あの鳥、飛行機かと思った。登ってきてよかった。そういうことか、そういう情報が手に入った。そっか、じゃあもう人いないかも。え、めっちゃ悲しい。俺がもう一人ということなのか。いや、サメはどこ？船に戻るんだけど、サメちゃん来ないでね。えい、あ、いたいた、あっち行ってるわ。あ、来るぞ。なんで登れない？なんかあったよ。うちらが進む方向になんかある。あの島か。そんなでかい島じゃないよね。これで遠く見えるかな。あ、もう今さら気づいたんだけど、これさ、こうしてこれ回すと遠くまで見える。でもそれでも何も見えないね。こっちの方向になんか大きいものがあるはずなんだけど、何でしょう、何があるかな。もう見えない。あ、暗くなってきた。寝るか。ちょっと近づいた。でも方向また変わった。こっちの方向。ここから当たるかな。やっぱあった、あったわ。めっちゃでかい、めっちゃでかい。これだ、近づいてきた、近づいてきた。水やりしとったら、もうちょっと来い。めっちゃでかい。違う鳥飛んでる気がする。あれ絶対違う鳥、いつもと。ほら、今達成できた。Large land muscle、はい、お、すごい、いつもと違う感じ。サメ寄ってくるかな。今の近くに姉妹もあったら、あ、寄ってくるわね。普通にいるわ。これだ、島だ。よし、来た来た来た。もう島探検、これからスタート。えい、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 いきなりは。っていうかさ、ここもめっちゃ見えるね。サメ来るかな。どこまで近く来るんだろうサメ。どこから行こう、どこから行こう。ちょっと真ん中登っていくか。
それか左、左行く、左行く。お、ここも潜れる。そしてここは攻め来ないでしょうねここまで攻め切ったら嫌だよね。まあこれいつでも手に入るものなんだけど、一応取っといた。いや、動物いるかな。動物いた、いたいた。あ、あ、何何これ、やばやば、めっちゃびっくりした。逃げる逃げる、水水水、びっくりした。めっちゃびっくりした。やばい、死にそう死にそう死にそう、怖かった。そんな死ぬで、死ぬ死ぬでそんな襲われると思ってなかった大丈夫かな俺。ちょっと魚食って元気になるわ。あまり近い、あっちの動物に気が取られて、死んでくれないかな。お、死んだ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 。イボイノシシを拾う。おお。あれ手に入ったよ。イノシシの頭。トロフィーボードに乗せると。おお、トロフィーボード作るか。もうめっちゃびっくりした。そんな襲われると思ってなかった。あのな、何作るんだっけ。 トロフィーボード、そうやって飾るんだ。うわ、どう思いますか、みんな。どう思いますか、こんな、うん、違うとこにしよう、違うとこにしよう。え？え、何？何？でも何かに襲われた鳥？あの鳥か。鳥か。あっちになんかある。その前にここにこれ。草のボディーアーマー、ボディーアーマーも作れる。ボディーアーマーはもう助かる。鳥まで襲ってくるこの島、やだ。あっちにもなんかあるね。とりあえず槍を出しとこう、常に。鳥も怖いし。これでネット作りたいよね。どうやってネット作るか分からんけど。いたいたいた、ヤギ。こっち来い。もうこの島に降りて早速動物全部殺すという人間らしいやね。襲ってこないんだ、鳥。ネットキャッチャーないと多分鳥手に負えないかも。うん、島の探検。枯れてる。土！やっと手に入った。この日本語に変えてない言葉。ジョルド。おお。でもまだ、あ、手に入ったなんか。水をやって草地にし、動物に餌を与えられます。動物に餌ということは動物飼うことができる、このゲーム。
え？動物じゃあ、あのネットランチャーで行けるか。何？何が起きてる？何が、めっちゃでかいあの鳥。それで 俺を攻撃してくるんだ。岩を持って。厄介だなあいつ。殺されそう。